こんにちは、トラス企画阿部ちゃんです。シュウです。伊関です。え、阿部さん、これあれじゃないですか、あの販売してる GR ヤリス。そうなんですよ。かっこいいな。あの、前回は販売動画だったので、はい、今回は我々車好きの人間がヤリスを見た時にどう思うかっていうのをね、はい、てかヤリスこうだいぶ変わった車だし、あんまり入ってこないし、皆さん気になりますよね、この車ね。そうそうそう。でちょっとそこをね、あの探訪していこうかなっていう。そうなんですよ。で今日は比較対象として、はい、まあ、古い車ではありますけれど、はい、ヤリスと同じ四駆の、まあ、というかトルク配分型の四駆の、ハイパーターボプラス 4WD。 そういうことです。なるほど。車です。これが、これが旧世代、34GTR と比べちゃうわけですね。そういうことです。なぜ 34GTR なのかっていや、分かりやすいじゃないですか。まあ、分かりやすいですね。お値段もさ、一応なんかキングオブ日本のスポーツカーみたいな最近の扱いじゃないですか。はい。それをね、新型と比べてどう思うかちょっとやっとこうかな。いや、そんなのこじつけでその辺にあったから使いました。それだけです。映えるから。そうそうそう。映えるからだけです。じゃあね、ちょっと今日試乗とかもしていって、このどういう車なのかね。そうですね。すごい気になる。初めて乗るんですけど、すごい楽しみです、はいはい、この車。じゃあ早速見ていきたいと思いますので、本編よろしくお願いします。イエーイ。茨城県下妻市の GT カー専門店トラスト企画。この度メカニックを募集します。自動車業界で働いてきた実績がある方、特に10年以上のキャリアがある方大歓迎。スポーツカーが大好きな方、好きを活かせる仕事がここにある。ご応募お待ちしています。改めて見ますか。うん、そうだね。これあれですよね、あの408万円っていう。あ、そうですそうです。販売させていただいてるお車です。なんでそんな中途半端なプライスなんですか。まあいろいろね、それは本編見ていただければ。あ、いろいろあったんだ。いろいろあったんだ。いろいろあって400、はい、でも結構安いんじゃないですか。でも、いや、あの総額で見るとめっちゃ安い。だ408万円総額ですよね。だって、うん、あの諸費用とか、そうそうそう、そもそも税金だけでも何万ですか、はい、400万だったら、ね、転落だから。あ、税金ね。あ、そう、自動車税、消費税ね。消費税、はい、消費税、消費税だから410万だから約40万。税金、消費税だけで40万ですよね。そう、っていうことはさ、車体いくらなんだよっていう話じゃない。え、350万ぐらいですか、もしかしたら。だから、はい、これがですか。え、すげえじゃないですか。最近のトラス企画のトレンドはね、剥離でやる。剥離で、ね、そう、それはね、でも間違ってるんですよ。最近じゃないんですよ、もうずっとずっとです。ずっと剥離多倍、はい、まあそんな車なんで、はい、まあ、前回も説明しましたけど、今回もう少しちょっとディープなところを見たいなと思って、うん、はい、なんかこういう高い車、まあ、言うてね、それでも300万超える車ってなかなか手出しづらいじゃないですか。もうちょっとちゃんと見せてほしいし、はい、そうだね、どういう車なのかも知りたいんですよね、はい、結構多いじゃないですか、スポーツカー面白い車欲しいんだけど、はい、どの車買ったらいいですかねみたいな人多いじゃないですか、はい、ちょっとプレゼンしてくださいよ。あ、僕やっちゃっていいですか。まずね、いいこれはグレード、まあ、GR ヤリスのグレード。あ、グレードね、何があるの。これはまずは RZ です。で、この上にあるのが、RZ ハイパフォーマンスで、 GR ヤリスの一番下に君臨するのが RS。 まあ、何が違うんか。じゃあさ、まずさ、はい、あのハイパフォーマンスって何が違う、はい、ハイパフォーマンスは、RZ ハイパフォーマンスと RZ の違いとしてはエンジンは同じで、LSD デフが前後あるかないかと、お、あとここ、まあ、ここがハイパフォーマンスだとブレーキまでつながってるんですよ。はい、でも RZ だと閉じちゃってる。なるほど。じゃあこれはローパフォーマンスなんですね。まあ、ローパフォーマンスですね。でもっと詳しく言うと内装とかちょっと違うところがあるんですけど。あ、シート違うよね。シート違うんですよ。なるほど。じゃあ逆にさ、 RS って何が違うの、はい、RS はもう根本から。あ、根本から違う。中身が違います。中身ってどこまで違うの。もうエンジンが違います。あ、エンジン違うんです。エンジンがもう点5ですね。あ、1.5リッター。点5。え、でもさ、それでミッションマニュアルだったら面白いです。実はノーマルなんですよ。あ、ノーマルじゃないオートマなんですよ。あ、ノークラなんだ。はい、オートマなんですけど、でもそこはまあさすがトヨタさんで、まあ、オートマなんですけども、パドルシフトで。あ、パドルシフトついてる。10速なんです。10速。あ、 CVT でしょ、 CVT、はい、うん、あの疑似10速みたいなやつ。はい。へえ、素晴らしいと思いません。要するに8号みたいな感じです、ね。あ、そうですね、まあ、そっちの方が分かりやすいかもしれない、うん、側は同じなんでしょ。側は同じです。で、この車は、はい、何、こうエディションとか。なんかこれエディションはファーストエディションっていう GR ヤリスの最初の初期の
お車なんですね。それ何が違うの？ここの森蔵さんの、ま、サインが入っている、ま、そこがあるかないかで、あとはまあ同じです同じね。はい。で、見た目でそのさっき言った RZ ハイパフォーマンスと今回 RZ で、ま、大きい違い、ま、足回りなんですけど、ホイールがね実は違うんですよ。デザイン一緒なんですけど、ちょっとだけデザイン違うんですけど、パッと見はもう別ですかね。何が違う？何 J とかさ。ああ、そう、サイズとかは同じなんですけど。あ、そうなんだ。はい。デザインがちょっと違う。デザインと、あとこれについてるのは、円形さんの、鋳造ホイール、で、キャスティングね、RZ のハイパフォーマンスについてるのは DBS のアルミ炭素ホイール。あ、デザイン同じなのにメーカー違うんだ。でも比べたらちょっとこのスポークって言えばいいんですか、本数が違うんですけど、もうパッと見じゃ分かんないかなっていう。ちなみにさっき言った RS は炭造、鋳造の、これと同じのが入ってます、でちなみにこのブレーキ真っ黒でなんじゃこりゃってなりますけど、ハイパフォーマンスと RZ のブレーキは同じです。ただハイパフォーマンスだと色が塗られてるってだけで、なるほどなるほどね。じゃあ別にこのハイパフォーマンスじゃなくてもいいじゃん。もう街乗りを あれでしょ。だってカッター1本用意してさ、このダクト開ければいいんでしょそうですね。これだってさ、この詰まってるとこだって4カ所しかない。ニッパーで切っちゃうよ。ニッパーで切れますね。じゃあちょっと乗ってみてよ、シュー。あ、いいんですか、このさ、GR ヤリスの何がいいってこの屋根の低さだよね、やっぱりね。あ、いいですね。あ、痛いの入れねえじゃん。身長いくつですか？81です。81センチ。はい、失礼します。お、さすが身長100。あ、もう全見えないもんな。あ、ちょっとやっぱ当たりますね。 DKMO みたいになってるもん、目が見えないでもまあサイズ感としてはまあ一般車両なんで全然問題なく乗れます。へえ、これ後でちょっと試乗するの楽しみですね。そうだね、シフトもこう、なんでしょうね、このコクコクいじってる感、この動いてガツッガツッっていう感じ、難しいですね、なんて表現すればいい。これルーフはさ、はい、これ色塗らない感じ？これカーボンなんですよ。じゃあさ、ここさ、あれですよね、 34GTR とかと決定的に違うのってこういう素材とか。そうだね、素材です。 GTR ってせいぜいアルミになってるぐらい、アルミボンネットぐらいですね。多分カーボンシール剥がしちゃったんじゃないですかね。もともとカーボンなんですけど、それにステッカーを貼ってより綺麗なカーボンの面ですよみたいな表現してるんです、これあれじゃマーブル柄ってやつじゃなくて。そうです、そうです、マーブル柄で。マーブル柄だって俺最初マーブルチョコレートの柄なんかと思ったそれだお、低ハイスガッション。あ、そうなんですよ。すごいね。そうですか、280馬力だよ、天禄ターボで。280馬力車って書かないと大丈夫ですよ、これ。高排出ってなってるやつあるよね。あるんですか、超危険みたいな。ドクロのマークになってるやつ。そう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 面白いですね。あ、純正が出してるわけじゃないですか、当たり前だもんそんなんダサいじゃないですよ。なるほど。あとで試乗楽しんでくれ。お、GR4。 これはこれグレードじゃない、グレードじゃなくて四駆だよっていう、四駆だよっていうアピール。あ、じゃあね、システムの名前なの。あ、そうです、そうです。あ、そういうことね、4駆だよっていうことなんです。あ、じゃあ RS にはついてないんだ。 RS にはついてないです、ついてないです。スカイアクティブみたいな感じね。アテーサ ETS みたいな、そうだと思います。でも GTR ね、かっこいいね。アテーサとかにどこにも書いてないんだよ。あ、そうなんですね。飾らないかっこよさがあるね。じゃあこっちは何ですか？こっち紹介します。 GTR マスターのシュート君。 GTR マスターですか、うん、マスターって言われるの？だってさ、はい、この車も販売車両なんだよ。なんかそうですね、これほら売らないと。あ、うん、頑張って、ね、まあ、隣にほらちょうどなんか偶然比較対象もいるし、まあ今ヘッドライトちょっと黄ばんじゃってますけど、これこの間紹介したあれですよ、ワイズスクエアさんの GTR レンズ。ワイズスクエアさんのあれ、あれをつけちゃえばもっとかっこよくなりますよ。もうここで再アピールですよ。これでも分かるじゃないですか、ボディが白だとさ、はい、めっちゃ目立つよね。目立ちますね、ちょっとでも黄ばんでると。でこれホイールは何ですか？ホイール何ですか？これワークエモーションですね、でタイヤは、これタイヤタイヤはファルケン
これどういう人が履いてるタイヤかな。すいません、安倍さんよろしくお願いします。タイヤあのオートバックスとかでタイヤ交換する人が履いてます。あ、そうなんですね、はい。やっぱ GTR って言ったらネオバ履いてるイメージがあります、ね。お、でもこれ V スペじゃないですか、そういえば。じゃあバンパーだけじゃないんだ。本物ですよ、ディフューザーもついてますからね、ちゃんと。本当だ、はい、いいじゃないですか、これ。あのこれをね、34 GTR、まあ、34スカイライン界隈では人権と言います。人権、はい、うん、人権ディフューザー。あ、人権ディフューザー、はい、ね。あ、そういえばさ、あれですね、これハイマウント。そうだね、このボイラー、はい。あー、これ社外ですよね。社外です。じゃあね、これにした方がね、いいんですよ。何か変わるんですか。バックミラー見やすい。あ、見えなくなっちゃうんですね。もうね、ここじゃないんですよね。そうそう、ここなんですよね、視界ね。なるほど。だから、まあ性能もそうだけど、はい、うん、このくらい上げるともだいぶ違います、うんうん。あー、なるほど。じゃあタイヤからこのウィング見た感じ、サーキットじゃなく街乗りしてた人なんだな。まあ街乗りでしょうね、見た感じね、うん。さっきと走っちゃダメだよ、こんな車。もったいないですよ。いやでもね、やっぱりこう、うん、最新のハイパワー 4WD と、はい、30年前のハイパワー 4WD を、はい、絶対にこっちに乗った方がいい。こっちおすすめなんだ。絶対にこっち。確か馬力も同じくらいでしたよね。そうですよ、だって全く同じです。これ言っときますけど、 RB26 って6気筒のとでかい重いエンジンですよ。 2.6リッター。片やこっちなんか10.6の3気筒ですよ。半分じゃないですか。エンジンこんくらい、エンジンこんくらい。すげえ。それで272馬力、こっち280馬力。すげえ。車重とかも考えると余計こっちの方が軽いんで。そうですね、やっぱで車重の差200キロ以上あるかな。200キロありますね。こっち1230でしたね。あっちも1.5点ですから、うん、全然違いますね、はい。マジか。もう数字から見ても明らか。そうだから、今の技術だともうそういうのがこっちで作れるんだよっていうのがさ、はい、こう進化で分かるじゃないですか。なるほど。約何年ですかね。約30年ですよね。まあちょうど25年経たないぐらいですからね。そうだね、34は。そうで、結構これ GR ヤリスが出た時に、はい、GTR に乗ってる人が結構乗り換えたっていう話もあります。え、そうなんですか、うん。その心は。いやだからさ、ハイパワー 4WD の新しい車だから、まあ、統治法なんだよ。もう先に理由言ってんだよ。失礼いたしました。まあ、あとはさ、はい、こういうのロマンがあるのは分かりますけど、はい、あ、 ロマンね、ロマンはあるの。ロマンあります。映画にもいっぱい出てます。ロマンをつかむにはこれが必要なんですよ。なるほど。そうですよね、膨大なこれが。で、まあ、車体価格だけでもいい値段しますよ、うん。でも今後維持するってなるとそれなりの故障だったり、はい、出てくるわけではない。そうだって、これ例えばさ、これ販売価格いくらになるか分かんないんですけど、はい、まあ、例えば 34GTR の程度いいやつ3000万で買うじゃないですか。はい、しますね、そのくらい。それを維持しようとするともっとお金かかります、うん。ちなみにそこにある置いてある白い車、はい、まあ、ガソリン漏れで不動です。それあなたの車じゃないですか。そういうもんなんですよ。そういうもんですよね、うん。ロマンとか古い車に乗るっていうのは。だから朝会社に来て一発目、あれ O2 センサー壊れたとか言って。そうそうそう。O2 センサー壊れるわ、インジェクターからガソリン漏れるわ、うん、エンジンからオイル漏れるわ。昼休憩のためにエアフローハンダで直してますからね。そう、エアフローは不調になるわ。まあそう考えるとね、そういうのないじゃん。新車でも未だに全然買えますし、で値段も比べるとまあ高いですけど、いだいぶリーズナブルですね。リーズナブルで、しかも天下のトヨタ製ですから、うんうん、もう壊れない、壊れにくい。なるほどね。じゃあさ、これさ、もうちょっとこれ踏み込んでこう仕様っていうかさ、見て、あ、そうだね、見ていこうよ。そう、見てほしいんだけどさ、はいはい、あのヤリスとどう違う。まあまあ全部違うんだろうけど、ヤリスとは全部違いますね。うん、同じなのはもうヘッドライトとウィンカー透過類、ね。あ、なるほどね。なんで本当にヤリス、シャーシも違うの。シャーシも違う。ヤリスの4駆あるじゃん。ヤリスの4駆とどう違うの。ヤリスの4駆ともうエンジンが違うんで、エンジンももうサスもブレーキも足回りも全部違うんで、本当に単純にヤリスって名前借りちゃったってだけなんですよ。ボディ専用設計だもんね。ボディ専用設計、エンジンも、まあ今 GR カローラが出て、まあ限定販売で
ってたんですけど、エンジン見ようよ、まあ、あれで、あれにも積まれちゃったみたいな感じなんですけど、よく考えたらエンジンまだ見てないよ、専用設計なんですよ、エンジンも。これあれでしょ、ボンネットもさ、ここで切れてるのが GTR なんで、ここまであるやつが ER みたいな会社が違いますけど、熱っ。これすごい、随分サスタワーまで綺麗に塗られてますね。ねえ、この赤綺麗ですよね、うん、色ね、一番いいと思う、この色、うん、かっこいい。なんか GR ヤリス白のイメージあるけどね、うん、なんかそっけない商用車みたいな色のイメージありますね、うん、あれだとなんか普通のヤリスとあんまし違わないかなって思うけど、この赤だと全然違う、はい、全然違いますね、またマツダレッドとは違う赤ですし、うん、マツダなんかの赤とはもう全く違うよね。見てよこのエンジンのちっこいこと、ちっこい。でもこれカバーついてるからさ、あれだけど実際の幅これくらいしかないですからね。本当ですよね、はい、3気筒ですもんね、3気筒ターボで、やっぱあれですかね、ダイハツの車みたいな音するんですかね。いや、すると思いますよじゃあ後で全開で踏んでみたいと思います。でもなんかタワーバーとかもついてんのかな、ついてないんですか、ついてもう一体一体になって、なんかね、ボディの作りがそもそもタワーバーいらなそうな作りになってる。ストラップタワーとバルクヘッドがほぼほぼもう一緒ぐらい、ね、変なの、変なのっていうか、まあ我々が古い車見すぎなんでしょうけどね。本当にこれ買っていじるとかあるのかって言ったら、もう本当にグレードアップしてより純正よりいいものをみたいなことしかできないんですよ。ここちょっとこの蓋開けてさ、中のフィルター変えるぐらいでいいんじゃない。もう本当それくらいしか、ね、でも272馬力って言われるとさ、はい、なんか300目指したくなって、ね、目指したくなりますね、うん、でも多分ね、ちょっとこのコンピューター変えるだけでいいような気がする。コンピューターと、あと排気、うん、あ、マフラーとかね、はい、これ純正なんでかなり静かなんですよ、うん、で、車外いろいろ出してるんで、うん、僕ちょっと音聞こうよ。あ、いい、うん、おすすめはトムスさんの一本出し、一本出しが見た目も音もかっこいいですね、うん、あ、静か。してます。あのリミッターかかってますね。あ、リミッターかかっちゃってますか。なんかダイハツの車みたいな音しますね。ちょっとでもやっぱ3気筒の音するよね。3気筒の音する。これで本当に速いんですか。スピードメーター280キロまであります。うわ、やば。280じゃないですか。あ、そう、メーターせっかく触れたんで、ここでうんちく言わせていただきますけど。え、垂れてください、うんち。天狗のエンジン積んでる、うん、RS。うん。あれはメーターは180までしか書いてないんですよ。180なんだ。はい。で、あれは、天狗のエンジンで FF なんですけど、今回は、まあ、リアの4R も書いてある通り、四駆システムが。GT4R。四駆システムがついてあるっていう。あそこね。はい。これでスポーツ、トラック、まあ、ノーマルって選ぶ。まあ、お好みの。ちょっと後でやってみよう。うん。ミー君の LINE スタンプ、好評発売中。では乗っていいんですか。え、これ初乗りでしょ。え、初乗り、俺も初乗り、初乗り。かっこいいな。でもね、まずね、エンジンのかけ方とかね、ちょっとよくわからない。鍵は鍵、鍵はね、あのそこにあります。鍵はリアシートにあります。あ、なるほど。で、ブレーキを踏んで、クラッチを踏んで、このボタンを押すんですね。おー、いいね。おー、クラッチはね、結構重いです。あ、ほんと。あの、純正にしてはかなり重いです。さすがターボ車。どう、内装は。本当、あのこれいらない。これいらない、ね、これいらない。はい、はい、で、WRC の息吹を感じます。いいっすね。はい、俺思ったんだけどさ、はい、これ邪魔じゃない、ちょっと。あ、これ邪魔ですね。これ取りましょうか、ね、取れません。取れませんね。でも JBL のこれナビですね、うん、だから音はいいんじゃないですか。なんか定期的にダメ出しみたいな音がするの、なぜかよくわからない。プープーみたいな。でここでは早く走れっていうのですかね。あれですね、モード切り替え。あ、スポーツ、トラック、ノーマル。トラックモード、スポーツモード、プッシュノーマル。今はノーマルモードかな。ノーマルモードですね。まあ、とりあえずトラックモードにしました。で、エアコンはオフですね。はい、夏でもエアコンはつけてはいけません。そうですね。はい、四駆手引きサイドね、これ。さっきいいね。これやっぱこれが一番いいんですよ。はい、じゃあ行きますか。行ってみてください。免許証持ったね、はい、ハンドルも深淵っぽいね。あ、ちょっと変身してます。でも市販車にしては変身の量かなり少ないですね、うん、これしかないんで。
やっぱマスコット考えてるって感じ。素晴らしい。はい。お、ふうふう。お、お、お。なんかね、クラッチがすごい反発が強いですね。うん。さすが。お、すごい。あの森蔵のサイン邪魔ですね。これさ、ガラスにもう書いてあるの？入ってます。だからこれ消したかったら。森蔵さんが書いたやつじゃないの？書いたやつじゃないです。印刷されてます。だから、これは消したかったらガラス交換しかないです。あ、なるほど。そう。これ車検大丈夫なんですか？ステッカーじゃないから大丈夫なんだ。あ、で、あのフロントガラスにスピードが映ってますね。嘘。あ、こっから見えないわ。はい、これにしか見えないです。薬やってるわけじゃないんですけど、あの見えないです。これあれじゃん、 S13 シルビアが元祖と言われる。あ、そうです、ね、だから、うん、13シルビアみたいな。別に普通、ただね、シフトの入りがめちゃくちゃいいですね。どれどれ。まだ、いや、もうプルーグ入りです。あ、なんかクイックシフト入ってるみたいだね。そう、クイックなんですけど、うん、結構ね、軽く入るんで、なんか不思議な感じですね。もっと車外のね、古いスポーツカーのクイックシフトだともうガッキンガッキンみたいな、あのシフトフィールすごい悪くなるんですけど、うん、この車はそんなことないです。すごい軽く入ります。じゃあちょっと踏もうかな。はい、2速です、これ、はい、おお、なんかね、すげえめっちゃいい改造してるミラーターボみたいな音しますね。もうってこう、やっぱね、3気筒って3気筒の音するよね。3気筒って属車サウンドになるんですよ。ワンボーワンボーみたいな。そうそうそう、あの最もカーストの高いハイゼットみたいな、うん、あ、でもやっぱターボの音する。ボールベアリングの音しますね。すげえ、いいですね。あ、なんかやっぱちょっと3気筒感は否めないけど、うん、3気筒の音がすごい、うん、でもね、速い、あのグイグイ進みますね。ギア比はどんなもんすか？割とクロスしてます。クロスしてます、ね、はい。じゃあ6速はもう巡航用だね。そうですね、6がすげー離れてます、ね、てか、あの56が離れてます。あ、ほんと。1234が近いですね。で、今のは暖気なんですよ、実は、うん、ここからが本番。そう。お、なんかね、あ、すげえ、なんか、おー、なるほど。1速と2速の加速が全然違う。ギア比は近いんですけど、なんかね、制御感がありますね、うん、あの文句なく速いんですけど、消防の車に乗ってる身からするともう不思議でしょうがないですね、うん、多分ブーストも制御してると思うよ、うん、これ1速だけブースト低いかもしれない、うん、2速から一気にグワッとかかったから、うんうん、で1速の4000より上があんまり速くないんですよ、うん、なるほどね。だから1速あっという間に吹き切って2速からっていうことがないですね、うん、だからちゃんと普通に走って普通に加速しますね、うん、すごい速いんじゃないですかこれ。だいたいね、1速がもうあっという間に吹き切っちゃって意味ないみたいなのが多いけど、うん、でただ忙しいだけみたいな、うんうんうん、そういうのとは違ってちゃんと1速にも意味があるから、もうこれガンガン1速でヘアピン曲がっても楽しいんじゃないですか、うん、確かにね。多分ブーストも制御してるから無駄にこう、そうそうそう、駆動も伝わるっていうかパワーかかんないから。あとアクセルオフしてもなんかブーストの立ち上がりが速い気がします、うん。あ、デンスルの月はどうですか？あ、めっちゃいいです。あ、本当？あの、これレスポンス、ま、全く問題ないかもしれないです。おー、では秋田の供給に変わります。はい、お願いします。モコモコのフロアマット、楽しい。マットはちょっとよくわかんないけど今トラックモードですね。はい、トラックモード。そしたら、はい、トラクションコントロールオフ。あとこれ何？うん、あれだ、オフで。オフで、はい、全部オフにしました今はい、全部オフで。あ、IMT ついてるってことはあれだよ、あの、なんだっけ、アシスト。あー、あの、エンストアシストみたいな、うん、でちょっと IMT 試してみますか。はい、どうぞ。まず1に、クラッチフォンで1に入れます。はい、で、雑に繋いでもいけるってやつだっけ。ちょっとやってみてください。あ、あ、自動でエンジンかかる。すごい、今押してないですよ、ほら。エンストした後にクラッチを踏んだだけでエンジンかかる。うん、もう一回やりますね。はい。IMT オンにして。おお、おお。お、ほら、かかった。おお、すごいですね。すごいね。あ、すげえ、うん。奥にスピードメーター出てる。そう。助手席乗るとさ、結構座高が
シートポジション高くて、うん、そうですね、なんか普通の車っぽいけど運転席見下ろす感じですけどね、座るとそうでもないね。そうなんですよ、ポジション割といい感じ。ただやっぱね、屋根チョップとしてるからね、あんまないですね、これ。あ、ここね。そう、意外と上が狭く感じますね、うん、いいんですよ、そんなの。何低い方がかっこいいですよ。でも身長高い人だったらヘルメットも当たっちゃうかもね。あ、確かに、うん、バケットシート入れないと、入れないと。じゃあちょっと今電子制御全オフなんで、はい、ちょっと道の荒れてる方に行きますか。電子制御全オフだから演奏したんですかね。かもしれないね。あ、すごいね。すげえ。すごいわ。スムーズなんですよね。でもさ、これさ、はい、多分結構ブーストコントロールしてると思うよ。なんかブーストが変わりますよね、結構。なんかちょっと変な感じ。我々が乗ってるシルビアとかと比べて、ブーストのかかり方全く違うから、うん、いや、リニアチャージドターボみたいな感じありますよ ね、34のね。なんかもうほら、フルブーストになって頭打ちみたいな感じじゃなくてさ、割となんかうーんってかかっていく感じですよね。制御してる。でも燃費とかも関係あるんじゃない？そういうの。ああ、確かに、うん、ほら、この辺からちょっとかかる。あ、早い。でもこうなんか一昔前の R とかエボとかイムとか乗ってる人からしたら、うん、ここ一発のドカンっていうパワーでは物足りなさ感じます ね、うん、ないかもしれない。うわー、速い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 、やばい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 。お、効く効く、ブレーキ効く、痛い痛い痛い。胸が痛い、胸痛い。効きますね。でも純正スリットローターさすがですね。本当本当。怖っ、うん、やっぱなんかここ一発ドカンっていうのはないんですけど、滑らかにもう速いって感じ。だからそれこそ気づいたら100、うん、みたいな。100運キロ出ちゃうね、うん、まあでもこういうもんなんだろうな、最近の制御っていうのはさ、ね、まあ、いろんな絡みで多分燃費とかあるんだと思うんだけど、はいはい、この辺はちょっとコンピューターいじってさ、その制御的にはどうにかしたいって感じが若干あるかな。もうちょっとドカンとパワー欲しいね。素性はもう確かですよ、ね、全然もういいよ、間違いない。これはいいな。もうね、あのこう 34GTR とかね、もう全然もう霞んじゃうっすね、うん、霞んじゃうっす。遥か彼方に置き去りです。最新です、最高。で、あれも売り物なんですけどね。いや、良かったです、ヤリス。貴重な体験できました、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、試乗から帰ってきましたけど、どうだった、どうだった。怖かったです。でもね、なんていうんですかね、うん、そのブーストの立ち上がりとかが結構制御かかってる感じがあって、うん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 、普通 の我々が乗ってる旧世代のものもう1万年ぐらい前のタボ車、うん、ああいうアクセル踏んだらブーストマックスみたいな車じゃなくて、うん、なんか一速はセーブしたパワー でスムーズに2速につなげて2位から徐々にこうパワー出てきてみたいな、うんうん、だから結構安心して踏める車っていうか。そうだね、多分サーキットとかでタイム出すには一番いいセッティングになってるんですか、リニアチャージドターボみたいな、うん、っていうか、まあ万人乗ってもそんなこうシビアじゃないっていうかさ、うんうん、そういう味付けになってると思うのと、あとこう普通のターボ車みたいにも踏んだら踏んだだけブースト上がるみたいな味付けだと燃費が厳しいんだと思うんだよね。燃費の面大事ですね。そうそう、だからある程度のとこは絞っといて、限界領域ではフルブーストかけるみたいな制御になってるかな。街乗りではもうパッソとかと変わらんす、うん、ただマニュアルミッションが楽しめるっていう。そうだね、そうフィールすごい良かった、良かった、うん、20丸です、うん、やっぱ乗りやすかったって感じ。すごい良かった、うん、あのね、ギアの入りがいい、こうフィーリングがいいのよ、ハマる時の。トヨタの車は昔からそういうの好きなんだけど、うん、こうガキンガキンしないんだよね。そこが素晴らしかったです、うん、だから心地いい車でしたね。そうだね、やっぱりこう今の技術でトヨタさんが
いい車作るとやっぱいい車なんだよまあ GR ヤリスのね魅力っていうのはそこかなっていう。そう、あとはもうレースに勝つために生まれたっていう、うん、このこれから今はまだこう GTR と比べればまだこうロマンちょっと足りないところあるかもしれないですけど、うんうん、それは新車で買えるから足りないだけなんですよ。そうですね、これが絶版になった途端一気に欲しくなる、うん、高値の花になります。でまあ、ラリーとかではもう結構成績出してるけどね。そうそうそう、はい、だから伝説になるんですよこういう車って、うん、ある意味 GTR もそのレースに勝つために生まれた車だから結構似通ったとこはあるんだけれど。そうです、うん、でもねやっぱ絶版車かどうかっていうところ、うん、あとなんか10年ぐらいこれ持ってれば、うん、もしかしたら結構いい思いできるんじゃないですか。いやなると思いますよ。だってもう間違いないですよね。ほぼ間違いない。だって10年後はもうガソリン車販売しないんだもん、うんうん、でもさ今この時代に作った車の部品とかってさどのぐらい供給するんだろうね。それは未来のトラスト企画に聞くしかないですその辺も弊社にかかってるらしいですまあその頃にはもうみーくんきっともうチーンなんでもうもう違う ないかもしれない会社多分違う誰かが社長やってます怖いな。次期社長よろしくお願いします任しとけじゃあ最後にあの販売せっかくの販売なんで一押し何かあそうです、ね、コメントいただければ。あ、はい、まあ、こちらは先ほどもあの前の動画でもお伝えした通り込み込み全部込み込みで408万円で売ってます、はい、でこれ距離は1万5000キロ弱、うん、弱じゃねえ1万5000キロちょっとか。はい、1万5000キロちょっとです。そう、はい、でまあボディも、まあ、ご覧いただいた通りほとんど傷はそこまでないっていう、うん、まあ、ちっちゃい傷、まあ、4.5 点から4点。そうだね、ホイールのガリ傷とかがちょっとあるんで、まあ、4点は硬いかなっていう感じです、うん、ちょっと厳しめに評価してるんですよ、うち、うん、でも間違いないですね。そうですね、うん、でこの色ですから某センサーとか某ネット見ていただければ、うん、うちがなかなかいいご提案してるのは皆さんも、うん、だいたいこれと同じ価格帯の車でいうと、うん、本体価格350万かな、うん、そんぐらいだと思いますね。350万円前後ぐらいで同じ車あったらそっち買った方が安いかもしれない。そうだね、でもそれよりも高いんで。そういう車ないですから言っときますけどこれうち売れなかったら業者オークション流してもっと高い値段で同じ車これ車が他店の在庫になるんで、そうなっちゃう前に買った方がよろしい。ここで買ってください。もしかしたらもう売れてるかもね、この動画出る頃には。確かにそもそもね、最近売る車の売れが早いですからね。そうですね、あの動画上げる前に、あ、それはあんまり言っちゃいけないです動画上げる前にね、こう どうにかなっちゃうことも、はい、中にはね、あったりとか、あとなんかこれが入ってきて、なんか俺欲しいとかって騒いだ人も約一人いたらしいんでお前には無理だよとか言われちゃったりなんかして。言われてましたねちなみにこっちは、こっちどうよ。こっちもこれに聞いてみますか。これもね、実はね、販売できるって話なんですよ、こちらの車も。はい、まあ、もうすでに動画上がってると思うんですけど、うん、なんか別にな、普通の中古車屋さんで GTR 買ったらさアフターサービスどうなるのって話じゃないですか。もう火の車です ね、 りますね。でそうでしょ、うん、ガソリンが漏れて火の車になります。そうそうそう、結局日産ディーラーにしか出せませんとかさ、そういう話になってきちゃうじゃないですか。でもディーラー行くともう大変なことになりますから。そうなんです。でもこれだったら、まあ、ある程度うちノウハウもパーツもあるので、うん、まあ、アフターサービスとかパーツ のお世話とかもさせていただけると思うんで、毎回言ってる通り買う店を間違ったらえらいことになりますから、こういう車は、うん、なので間違いのない弊社で買っていただければいいかなと思いますもう完璧なビジネスライクの締めですね、これは、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。バイバーイ。